ごめん、何？サナエ、あなたのことが好きなのよ。でも、ああいうちょっと引っ込み思案な性格だから、天城くんがしっかりしてくれ。痛くないか？ごめん。なんで謝るんですか？俺、瑞穂が好きなんだ。私も瑞穂さん大好きです。特別に好きなんだ。わかる？特別？そう、特別なんだ。この花火大会さ、連発花火の時、恋人同士が抱き合えばそのカップルは結ばれるんだって。まさしくんはこれからもっと勉強して、いい大学に入って、いい仕事について、そしていい人を見つけるの。でもそれは私じゃない、私なんかじゃいけないの。まさしくんには、まさしくんにふさわしい人がきっといるのよ。私ずっとそう自分に言い聞かせてきたの。まさしはそのこと